こんにちは。こんにちは。ですね、今日はライトニングの、取材がありまして、はい、ブーテッドのね、あのエンジニアをちょっと紹介していただきまして、なんとね、あのライトニングのね、もう悲観小川さんが来てくれまして。来てくれましたね。なんかね、まあ僕らのこのライトニングの取材だったんですけど、うん、まあちょっとお願いしてみたらね、普通にこう、お嬢いいよみたいな、ね、うまい具合に動画もいいっすかってちょちょいっと言ったら、承諾してくれてね、優しいね、よかったですよ。まあいろいろこう話していただきまして、こうやってね、お付き合いもいただきまして、はい、まあそんなちょっとあのちょっと一部そうですね、まあ雑誌取材の裏側的なものと、ね、まああとその後ね、鈴木さん、小川さん、はい、後藤さんとのフリートークなんかをね、はい、収録させてもらったんでね、はい、うん、まあそんなのちょっとだけこうね、興味ある方は見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あります、ね、あれなんかもうこんな感じになってる。あ、そうですね、こっちはこっちぎゅうぎゅうな感じするしね。そしたら、はい、ここら辺にいた方がいい。そうですね、よりボケるよ。俺が前にこういう風にやったら俺だけピンチだよ。顔ピンチだな。この感じはだけどいい感じでできたと思いますよ。カナダは本当良かったですね、教授に任せてよかったなと思いましたよ、行って、ただなんか今僕らのとこの商品って全部、はい、あのヴィンテージ、一つのヴィンテージあってそれを再建していこうっていうのが一番コンセプトにあるから、まあ持ってるヴィンテージをなるべく活かしながら、そこから少しアレンジ活かして作るって、まあ、だからよくこのヴィンテージ探してきたんで、まずそこがすごいですね。そうですよね、結構前から持ってる。結構前から持ってるんですよ。ただこのなんていうんだろう、あまりにクラシカルすぎず、はい、こうきちんとこう、エンジニア好き、満足させつつ、ちょっと人とは違う個性的なっていう、いい塩梅だと思うんですよね、なかなかこれはないですもんね。この逆反りのバックルで鉄製なんていうのは、50年代順反りの方が古かったりするから、結構そのね、フィフティーズにこだわるところは順反りを使う場合が多いから、なるほどなるほど、なかなか逆反りないですよね。エンジニアってみんな履く人って、そんな雨の日履かないとか、そんなこと考える人多いんですか。いやですかね、雨の日履く人の方が多いんじゃないですかね。結構履いちゃうんじゃないですかね。俺も昨日も履いてましたし。はい、じゃあ小川さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ジェラード動画ですか。はい、ジェラードチャンネルですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったですね。いや、ありがとうございました。いや、もうやっぱだけど本当にこれを飲んでからじゃないと、本当はなんか、ちゃんと小川さん仕事できなかったんじゃないですか。いや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 。ちょっとあの後藤さん、あの多分ね、ジェラードチャンネル、はい、小川さん初めて出るんで、はい、もしかしたら知らない人もいるかもしれない。すいません、スーパースターを、スーパースターを、スーパースターを、ですね、今日またこの新たなスーパースターをね、はい、紹介いたしました。はい、ライトニングの小川大先生でございます。こんにちは、南川です。南川の真ん中に気がついてます。小川です。よろしくお願いします。やっぱり変わってなると小川さんじゃないですか、小川さんにいろいろ聞かないとダメじゃないですか。もう本当にだって鈴木さんがね、手掛けてっていうので、はい、またジェラードさんのね、はい、そういういろんなアイテムに合うということで、やっぱこれいいですよ。ありがとうございます。そもそもあれじゃないですか、エンジニアとかアメカジってビザを楽しむカルチャーでしょ、はい、で俺相当いっぱいエンジニア持ってんだけど、よく見ると違う。ああ、
だから知らない人が見たら、ビザってそういうことですか。そうです、微妙な差。微妙な差。なるほどね。ね、国語の勉強次第がついていけないんじゃないと。うん。いつも文化人枠ですよね。まあ、で、だからパッと見、さすが、ワイルド文化人。最高っすね。だから、見る人を見て、なんだ同じじゃねえかよっていう人はいいんです、書かなきゃ、はあ、なるほど、ね、そういう人じゃなくて、あ、ここ実は違うね、ここがとか、そういうところでなんかそういう楽しみってあるじゃないですか。もうハマればハマるほど、そのやっぱビサ、うん、ビサが分かるようになる。おお、いや、そうですよ、本当に、回すな、本当に、うん、いや、いいですよ、ここ2人でちょっと文化人枠で回るわ。いや、うん、いや、すごいわ。時々イベントに行くと、はい、うん、やっぱり靴を選ぶのにね、そのブラックとブラウンがあって、はい、もう黒は持ってるから茶色にしようかなっていう人結構いらっしゃるじゃないですか。でもいつもその時お勧めするのは、黒が好きなんだったらいくらあってもいいから黒い靴買った方がいいですよ。うん、ですよね、いや、絶対そうですよ。ですよね、うん、うん、黒しか履かないって人は履かないもんね、うん、結局好きな色履くから、ねうん、そうですね。おじさんが何と言おうが、同じ靴いくつ買うのって言おうが、うん、まあ確かにやっぱり好きなものを履くんですよね、うん、その黒の中のバリエーションが増えていく方が、なんかちょっと心が豊かになった感じ、はいはいはい、ね、あの黒バーって黒い靴が並んでんだけど、これ全部違うんだぜなんつって、っていう方がやっぱ嬉しいですからね、好きな色で。うん、いやいや、もう本当にね、このエンジニアはね、うん、答えてくれましたよ。もう僕が吹き込んだ、結構早く答えましたね、うん、そうですよね、いいですよね、これね、ここの波打った感じとかね、ちょっと僕今まで履いたやつの中ではこういうのなかったから、うん、なんかこう自分の経年変化の中では気に入ってますね、うん、はい、まあね、いろいろ小川さんエンジニアブーツ見てると思うんですけれども、うん、今取材でもいろいろお話聞いてくれましたけど、ちょっとこの動画でもなんか一発目の感想をいただければ、ね、いや、本当にこのありそうで、俺もね、実は初めて見るディテール結構あるんですよ、うん、こういうとことか、あとここの造作っていうか、うんうんうん、結構ね、あ、実は珍しいなっていう、うん、パッと見こう普通のエンジニアですけど、で、作芯がないじゃないですか、だからこう履くとすごくこう潰れてくるでしょ、うんうん、これがやっぱすごいこうかっこいいじゃない、うん、だから俺さっきこう見て、うん、俺ね、自分の好きな角度を探すのが好きなんだよね。なるほど。おお。そう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 。でもっていうと、やっぱりここのシャープさがさ、こう出るような角度いいなとか、そういうのをやっぱ見ちゃう。だからこれ見ながら酒飲むっていうのは最高だと思う。すごい新しいです。こんなの新たなつまみの形です。はい。いやいや、素晴らしい。そうやって見ていくと、はい、このホースバットっていうか、本当いろんな表情があるんですよ。ほう、まあ、さっきもね、その取材の時に話したんですけども、うん、1つの革の中に4つぐらいの革質が入ってましたね。コード伴奏も入ってるし、うん、ですごい密なとこもあるし、うん、まあ、ちょっと緩めのとこもあるし、で、独特の、まあ、銀の表情、例えばこれあるかな、あの毛穴があったりとかですね、うん、まあ、牛では絶対ないような毛穴とか、あとは虎も、虎もね、虎あったね、こっちだった、うん、これ虎ですね、虎が、まあ、虎がうっすら入ってますね、うん、もっと強く入ることもあるんですけど、うん、でそういう表情本当面白いですよね、これ、うん、あの細かく見ていくと、でこれは この辺りがコード伴奏かな、うん、もう裏触ると本当にツルツル、もう銀がツルツルなんですよね、うん、だからだいぶ個体差が楽しめる革っていう、うん、個体差も出るし、はい、まあ、作るの本当難しいんですけど、でそういういろんな部分、馬ならではのいろんな部分が入ってて、うん、で牛の革とは全然違う、うん、まあ、どこをどう取るかっていうので結構全然結構難しいです、変わってきちゃう、まあ、同じようには取れないですけど、うん、まあ、ね、虎部分とかさ、虎、はい、の部分とか見てるだけでもうっとりするじゃない、カージャンもそうだけど、ね、ふわーって出てるとこ、これも結構 ね出るんですよ、うん、だから結構出るのもね、はい、ジュランのレベルジャケット、うん、そう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 、やっぱそういうやっぱ革の表情を見るだけでね、やっぱりこうちょっと嬉しくなるっていうか、やっぱり違いますよ、革の話をさせたら一番天才かもしれない、ちょっと意地悪なこと言ってますか、はい、あの岡さん、鈴木さんの革ジャンどうですか、三木さんラジオでお話いただいて、お前今そういうこと言う、俺はね違うんだよ、ね、これ見てる密談、革ジャン密談ラジオ見てほしいんですけど、はい、うちの松島がね、はいはい、これを着ていて、はい、このものがどうとかじゃないんだよ、はい、俺は絶対に着ねえって言っただけなんだよ、はい、俺はね、
そう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 。まあ、まあ、いい悪いじゃないですよね。そう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 。切るか切ないかで、ね。いや、切るか切ないかで言ったら、はい、これはすごいでもかわいそうかね。はい、やっぱでこのクラシカルな感じすげえいいんだけど、はい、ただ俺は着ないかなっていう、うんうん、感じ。正直でいいでしょ。いやいや。で、うん、そうはい、そう言ってたんですね。そうなんですよ。そうなんですよ。もう鈴木さんは見てないけど。だって鈴木さんが、はい、このライダースいいですよね。でも僕絶対着ないからって言ってるのと同じですから。ね、すごいすごい。ね、そうですよね。ダブル着ないから。いや、なんか一応アンサーしときたいな。うん、いやだけどなんか文化人の返しっていいね。いいっすね。今日のはもうなんかすごいうまくなんかうまく丸め込んだもん、ね。後藤さんかしこまりすぎですもん。いやいやもう僕はちょっと今日文化人に対してはちょっと僕が喋るとなんか恥かくから。2対1のコースが。ああ、そう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 。なんかあの学歴低いの分かっちゃうから。ちょっと、うん、この人たちに走らせたことなんだけど今日は本当に良かったっす ね、うん、ね久々にこのなんかこう革のことに関しての、ねうん、スペシャリストがで実際のこのブーツのことに関してはライトニングの、2月28日売りかな、はい、の4月号4月号に、はいね、掲載していただくと思うんでちょっと今日はなんかこれは編集後期的な感じで、うん、いや楽しかったですいやありがとうございますだからこの本当にジェラード・ザ・ブーテット、はい今後のなんか展開が楽しみですね。だからどんなものが出てくるんだろうという今からちょっと期待しちゃいます。はい、なんで次のタイミングも小川さんぜひ、はい、取材を来ていただいて、ぜひぜひ、はい、またこの続きもね、はい、紹介していただければ嬉しいなと思います、ねうん。お願いします。先ほど言っておくんで、ね、はい。じゃあブーテット担当ということで。ブーテット担当。呼んでください。お願いします。任命されました。ブーテット大使。すごい嬉しいな。はい。ブーテッド大使、はい、いい言葉いただきましたね、うん、ということで、はい、また、小川さんが来ていただくこと、はいね、ありますから、はいよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。